武田秀夫から1942年2月16日は日本の海軍軍人実業家。最終階級は海軍機関中将。文久2年11月、土佐国上軍の市村に生まれる。父は土佐藩中老武田周遊。大阪英語学校を経て、1878年8月、海軍兵学校機関下に入学。1883年10月、 海軍機関学校を卒業。1886年4月、海軍小機関士に任官した。1890年7月から1894年6月まで、フランスに留学。帰国後、五島の陸民となり日清戦争に出生。ついで軍令部、第二局付けに移動し、1897年4月、海軍機関小官に昇進。 1901年7月から翌年9月まで、フランスに駐在。1902年9月、管制本部出資となり、海軍教育本部第二部長に転じ、1903年9月、海軍機関代言に進級。1905年4月、臨時連単製造所長に就任し、連単製造所長、海軍科役所製造部長を歴任し、1909年12月、 海軍機関少将に昇進。1910年12月、教育本部第三部長に発令され、1913年12月、海軍機関中将に進み機関学校長に就任。1914年4月に退命となり、同年6月、予備役編入となった。その後、三菱合資会社顧問、同官省三菱造船会長、同理事、 三菱内燃機製造会長、三菱電機会長を歴任した。その他、財団法人滝の川学園理事を務め、社会福祉事業にも関わった。母書は、青山霊園1位マイナス4から1。ありがとうございます。